あ試合開始、冷ややっこルイ VS マッセンゲームアンドウォッチ、ステージは戦場。クエ DNA でクエマで外に追いして、これは復帰が厳しい。悲しいク、悲しいクじゃないロイ帰ってこれない。クエマン、今日クエ下が、しかしそれをかわして下で切り返していくが、しかし攻撃が読んでガードを張りっぱにしているが、そこで投げられてしまう。上スマをしゃがんで下スマで切り返していく。上強、上強、結構上強の置いていく感じが目立ちますね。しかししっかり前投げは前変更しましたね。火力が取れない。おっと9ぐらい追い出されて、これは復帰阻止ができない。ゲームの復帰阻止がちょっと難しいですね。上スマで上バーストしてしまう。なんというバースト力。おっとなんかアピキャンをミスって隙を探してしまう。崖でミスって、ミスってなんて言わない方がいいはい、おっと前投げ、しっかり前投げかな、ちょっと何投げかよくわかんないんですが、しっかり変更されてしてますね。おっと空後で着キャンミスに空後で切り返していく。ストックは1ストック、ストック差は1ストック。下今日空下叩き起こして空前で最低限ストーリーを追い出していく。空前で空前で復帰阻止が、これは返ってこれない。丸々2ストック差がついてしまった。こうどうにかして切り返していきたい、取り返していきたい。空前で下今日、この空前をとがめられないとなかなか辛い。下今日空は繋がらない。下今日しゃがみに対してしゃがみで下今日で切り返していく。上今日空5空前繋がらずに、しかしあーっとコンボが繋がらない。下今日で上に打ち上げるが緊急回避が暴発してしまう。 DA から下スマ、しかし飛ばない。下スマ強欲の下スマを2連続で打っていくがとがめることはできない。なんとかできない、言っちゃいけない。くんでおーっと強欲な復帰阻止だ。復帰阻止することはできなかった。しっかりロイがステージに帰ってしまう。くんこれくんこれストレイ出して、もうこの技は見たと。しかりしかし後付けを絡めてしまう。マグレさん、マッセンが一本選手、マグレさんとカルネさん、やる2人やる、入んねえマイク1個しかない。これ1個しかない。ああ、デスアダーのゲームオーカーやだな。キャラクターをキャラクターは何を使うのか、マリオ。ステージがステージを見てからどこのステージになったのかな。グリーンヒルゾーン、グリーンヒルゾーンの、まあ、その台がないから多分ファイアボールを巻きやすいと判断してマリオを選択したのでしょうか。ウエストもしゃがんで下行で切り返していく。グー下行しゃがみ合いですね。これはファイアボールに対してクエレで切り返していく。あのファイアボールをどう止めるかがこの試合のキーポイントです。おっとクエマだ、帰ってこない、悲しい。ガキつかみ出してドリルで、しかしコンボにはつながらない。ドリルでめくって、あのドリルが強いですね。ウエスマン、しかしウエスマンの時は意外とないぞ。クエレ下スマで追い出して、下手にしゃがみを入れ込んでしまっているとあの下スマで耐えられなくなった時に低いとんでもないベクトルで飛んでいくのがちょっと怖いですね。ロイだと一瞬で死んでしまう可能性もあり得る。おっとマントが当たらない。下行上スマー9ブレストの出して、これは帰ってこれない。クエね、クエか NA の嵐を振っていって、エアソラエアソラ DA から届かない。 DA を飛ばずに、おっとなんかやってるなんかやってる、帰ってこれない。ファイアボール、ファイアボール下スマで押し出し、下スマ食らってしまって、ロイはおっと、しかしロイの待機時間が長いのに、ね、そしてるよ、難しい。あ、終わった。一緒だ、下スマ、これは空後から下スマは出なかったか。空後、下スマ
シャスマン頭を出してしまったらガード解除からシャスマンが間に合ってしまうというとんでもない後付き。シャキョン、ドリル、ウェスマン、ロキョンかな、シタキョン、シタキョン、しゃがみ合いですね。シタスマン追い出されてしまう、これは帰ってこれない。マッスンが勝利、シタスマンの強さを見せつけた。マリオが